ダンジャン戦はアメリカの短距離スピードスケート選手である。高い実力を誇り、長年東京オリンピックでは金メダル最有力と目されながら、かつてメダルになかなか届かなかった悲劇の選手の1例としてしばしば名を挙げられることがあった。しかし、最後の最後で念願の五輪金メダルをようやく獲得、スピードスケートの英雄としても大きな話題を呼んだ。 初出場1984年のサラエボオリンピックでは500メートルは4位入賞で惜しくもメダル獲得はならず1000メートルは16位に終わった。悲ンの人物1988年のカルガリーオリンピックでは500メートル、1000メートルの2種目で金メダルの最有力候補と言われていた。しかし500メートルレース前日に実施が白血病で死去。 その姉の秘宝を聞いたジャンセンは、精神的な同様の影響からか、500メートルレースでは、第一コーナー付近で転んでしまい途中危険。数日後の1000メートルレースでも、600メートルをトップのラップタイムで通過しながら、残り200メートル付近のバックストレートで再び、まさかの転倒危険。両レースともに、本来の力が全く出せず、記録なしに終わってしまった。 彼のこの悲運は世界中の人々の記憶に刻まれることとなった。雪辱を期して1992年のアルベールビルオリンピックまでの4年間は大会で数度の優勝を重ね、当時の世界新記録を2度更新する。特に2度目の500メートル世界新はアルベールビル大会のレース3週間前に記録されたものであり、好調を維持したままフランスに乗り込んだ。 ところが、前回のカルガリー五輪同様に、優勝候補の筆頭に挙げられていた500メートルでは、レース中にバランスを崩し4位入賞に止まり、1000メートルは26位と、実力が出し切れず、4年前の屈辱を晴らすことは、できなかった。ラストチャンスオリンピックの制度改革により2年、前倒し開催となったリーレハンメル大会は、すでに28歳になっていたジャンセンにとって、 ラストチャンスと思われていた。五輪の9ヶ月前に長女が生まれ父親となったジャンセンはこのオリンピックシーズンで彼は ISU ワールドカップで5度の優勝を果たし、500メートルでは35秒台を3度記録し、校長を維持したままオリンピック本番を迎えた。しかし得意の500メートルではレース途中まで快調な滑りを見せていたにもかかわらず、 最後の第2コーナーで思わず手をついてしまうミスを犯し、スピードに乗れず8位入賞に終わりまたしてもメダルに届かなかった。ついに悲願の金メダル残されたレースは、今季やや制裁を欠いていた1000メートルのみとなり、メダル獲得は厳しい状況に追い込まれた。しかも競技が始まると、第1組で滑った1000メートルを得意とするベラルーシのイーゴリゼ・レゾフスキーがいきなり、 オリンピックレコードを記録。後続の誰もがこの記録を上回れない中ジャンセンの組を迎えた。もはや彼の金メダル獲得は誰の目にも絶望的かと思われた。ところが、いざレースが始まると、今季の1000メートルでの不調が嘘のように序盤から会長に飛ばし、600メートルを通過した時点でゼレゾフスキーのラップタイムを上回った。ジャンセンの悲運を知る。 観客席からは、バレンばかりの歓声が沸き起こり彼を後押しした。しかし直後のカーブでまたしてもバランスを崩してを、ついてしまうミス。歓声は悲鳴に変わり、誰もが、ジャンセンの優勝はなくなったと感じた。ところが、同じミスを、オリンピックで何度も犯したにもかかわらず、最後まで諦めず完走した。彼は、そこまでの貯金が物を言い、 この土壇場で1分12秒43の世界新記録を樹立するという素晴らしいパフォーマンスを発揮して、ついに悲願のオリンピック金メダルを獲得した。表彰式ではオリンピックチャンピオン、ダンジャンセンとコールされると、両拳を大きく突き上げながら表彰台に上がり、アメリカ国歌が流れる中、正常期の慶応を涙を流しながら見つめる彼の姿は、 アメリカ国民のみならず、世界中の人々の感動を呼んだ。同年、ジェームス・サリバン賞を受賞。現在、彼は、米の BC のスピードスケート解説者を務め、また亡くなった姉を記念し設立した、白血病克服のためのダンジャンセン財団を運営している。一方で、金メダルを獲得し、実業家としても成功したジャンセンは、多忙から家族とすれ違いが多くなり、 2006年にはロビンと離婚している。ありがとうございます。